はじめまして、ツイッターで弾き語りとかで活動してるせまいと申します。よろしくお願いします。今日トークを昨日いろいろ考えてきたんですけど、さっきの、トークの時間でちょっとほとんど喋るネタがなくなってしまって、ちょっと今どうしようって感じなんですけど、今日、カバーを3曲持ってきたんですけど、自分の好きなこう夏っぽい、カバー曲を選んで持ってきたんですけど、最近なんか突然急に寒くなって、今日も体調を崩してお休みされてる演者さんもおられるんですけど、皆さんも風邪をひかないように気をつけてください。じゃあ次は私のすごく好きな曲なんですけど、夏っぽくはないと思うんですけど、軽快な感じの曲です。ダメでも過去つ
した。すごい、次が最後の曲になるんですけど、何喋ろうと思ったかな。ちょっと喋ることをど忘れしちゃったので、最後の曲をやります。この最後の曲もちょっとこう夏らしさじゃないんですけど、そういう曲を持ってこようと思って、阿部真央さん、さっきのトークでも言ったんですけど、ゆいさんとか阿部真央さんに憧れてギターを、まあ、ちょっとずつですけど始めて、ライブもお誘いいただいたんですけど、あなたの恋人になりたいのですっていう曲をやります。昨日送ったメールの返事はやはり夜が明けた今も来ないまま、送らなければよかった。 なくいだけが募り
あなたの恋人になりたいのですでした。すいません、いろいろ間違えてしまったんですけど、皆さんとても静かに聞いてくださってありがとうございます。オリジナルもちょこちょこ作ってはいるんですけど、またこれからライブがあればそこで披露できるように練習したいと思いますので、もしまたよかったらよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした、はい、今日はいかがでした？そうですね、ちょっと言い訳になっちゃう、喉が小さい、はい、はい、喉もちょっと調子が悪かったんですけど、3曲歌い切ることができたので良かったです。なんか全然本領発揮してなかったもんね。もうちょっとマイク近づけてもらっていい？はい、すいません、はい、なんかね、きつそうな感じでしたけど、やっぱそうですね、ちょっと季節の変わりでちょっと喉やられちゃったかもしれない。やられてる人多いみたいですね。でもそこら辺はね、ケアをしないといけませんよね、はいはい、うん、東京結構来て空気が悪くて喉やられてる人もいるしね。あ、でもやっぱり地元が島ね、すごい空気きれいなので、うん、こっち帰ってきてから結構喉乾燥がひどかったですね、うん、そうね、はい、喉はマスクしたりね、はい、あとね、うがいするのがいいですよ。本当にもう水水分を喉にこう接させるとかね、うん、極端な話1時間に1回はうがいするとかね、1時間に 1回1分はうがいするとか、うん、そうするとね、意外とね、はい、風邪とかあとインフルエンザとか引かずに過ごせたりするんでね。あと喉飴ですね、はい、うん、喉飴あんまり食べ過ぎると太るけどね、気をつけて、はい、はい、ありがとうございます。見ていただきたいと思います、はい、オリジナル今作ってるんだ？あ、そうですね、ちょっと何曲か作ってるんですけど、はい、まだ作ってる途中なので、もし、はい、次ライブがあればそこで歌えるように完成させたいと思います、はい、楽しみですね、はい、まあ多分彼女知ってる方はね、ツイキャスとか行くともう本領発揮すればすごい歌うと思うんでね、ぜひそっちも楽しみにしていただけたらと思います。はい、では最後に告知とかあれば。告知はちょっとまだ次のライブの予定が立ってないので、もし決まればツイッターの方で告知させてもらうので、はい、ツイッターをチェックお願いします。はい、わかりました、はい、はい、狭井さんのステージでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。